際がいいわね。彼らは私が長いこと目をつけていた標的なのに、手柄を横取りにされた感じだわ。これが早い者勝ちというものかしら。まったく、この恨み覚えておくわ。そうよ、ここの異変に気づいて急いで駆けつけてきたのに、君がファデュイを追い詰めてるんだもの。手柄を逃した上に私が加勢していなかったら、全く無関係の人間になり下がってたところじゃない。でも怪我がなくてよかったわ。こんな大勢のファデュイと戦うのは大変だったでしょ。何言ってるかあんま分かんないけど、オイラたちのことは心配してくれてるんだよな。ありがとう。は？どうして憎むべき相手を心配しなきゃいけないの？でもさっき怪我がなくてよかったわって。あれはもし君たちが怪我をしていたら、手柄を横取りされただけじゃなく、私がモンド城まで君たちを運んであげなきゃいけなかったでしょ。そんなことまでさせられた日には屈辱で君を仇として見て。そういう意味だったのかよ。ええ、そうよ。やっぱりなんだかおかしいと思ったんだ。初対面の人に対しておかしいだなんて。それよりもどうして私の名前を知っているの？その礼儀のことと関係してるんだ。こいつはセピロス騎士団の栄誉騎士で、オイラたちはシューベルト・ローレンスっていう貴族を調査してるんだけど、でもその人は礼儀にすごくうるさくて全然話を聞いてくれないんだ。なるほど、あの人はそういう人なの。私の叔父よ。でもどうして彼の調査を？